手ごねでロゼッタを作っていきたいと思います。で、酵母なんですが香りがいいので白神小玉をちょっと使っていきます。ビガダネを作った時の香りが白神小玉酵母を使うとすごく良くなるので、ちょっと最近はそれで使っています。小麦はイタリアのカプートという小麦を使っています。ちょっとだけお水足していきます。吸水は粉によって変わるので少し足しました。あんまりビガダネなので柔らかくなりすぎないように固めで固めでしっかりとした種を作っていきます。ここが緩すぎてしまうとあんまり良くないので、固い種をしっかりと発酵させていくのでちょっとこねるのがすごく大変です。どっちかというとベーグルをこねているようなイメージの感じです。しっかりともっとこねていきます。まだここら辺でバサバサバサとしているのでもう少ししっかりとこねていきたいと思います。すごい固い種だし、生地もこっから本ごねもしなければならないし、その後ももうシーターがないので手ごねと綿棒で伸ばしていくんですが、本当にとっても大変なパンなんですが面白いのでぜひ作ってみてください。もう少し頑張ってこねていきます。まだこうバサバサバサっとしているのでもうちょっとだけこねます。イメージとしてはすごい硬いベーグルというイメージです。でもこのしっかりと硬い種をしっかりと発酵させて香りを良くして本ごね入っていきます。こんな感じです。もうすごい硬いですがちゃんとつるっとした感じになってきました。だいたいこね上げ温度を24度ぐらいにさせてください。で、発酵なんですがだいたい18度で15時間ぐらい置いていきたいと思います。こんな感じにビニールに入れて、こんな感じにして冷蔵庫の中に入れるとちょうどいい具合で発酵してきます。うちの場合はあまりに生地温が下がらないようだったらこのまま少し開けるしっていうことで様子を見ながら発酵を取っていってください。ワインセーラーみたいなのがある人は18度で管理をしてください。これが中種になります。ちょっと冷蔵庫の中で大きくなりすぎてしまいそうだったのでちょっと軽く縛っておきました。こんな感じにしっかりと膨らんでいる状態になっています。ものすごく香りがふわーっと香るぐらいになっています。こんな感じですね。したらこれを本ごねしていきます。ちょっともうこれからは手ごねはすごく大変なんですが、やりやすいようにするとするとちょっとちぎるようにしておきます。で、こっちはである程度こんな感じにしてから、どうやってもこねにくいのには変わらないのでちょっと頑張ってこねてください。ある程度冷たいままこね始めてもこれぐちゃ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 やっているのであっという間に生地温は上がってきます。こうか弱い人はこう握力でグッてやろうとするとすごく大変なので、こうグッてしたら体重をグッとかけてあげるとグニュッといきやすいです。ミキサーでもニーダーだとこれなんかツル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 回っているだけであんまり入っていかないので、ここの作業は手でやらないと多分ダメだと思います。生地が硬いのでベーグルもそうなんですけど、あんまり硬い生地ニーダーで回すとただサッカーボールのようにゴロ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 転がっているだけなのでこねれないので、だんだんこねやすくなってきました。こね不足だと今度こうアンダーなので浮きません。なのでここはしっかりこねてください。で、こねすぎっていうのは手ごねではないので考えなくていいんですが、機械を使う方は今度こねすぎてしまうと上と下がなんか分離するように開いてしまうらしいです。ちょっとそれは私は経験したことないんですが、確かにここでもうめんどくさいなと思ってこねるのをやめてしまうと浮きが良くないです。最初イーストで使っていたんですが、白神小玉の方が香りがいいよと教わったので今これだけのロゼッタのために白神小玉酵母を買っています。で、せっかくイタリアのパンなので
イタリアの小麦使ってみようかと思ってカプートの小麦を使っているんですが、まあ、サンフェリーチェとかも市販で家庭で手に入りやすい粉だと思うので、そういう粉でイタリアのパンならイタリアとか、あともうちょっともちもちさせたいなら国産の小麦を使うとか、いろいろ考えながら作ってみると面白いと思います。結構疲れてきました。でも頑張ってこねます。で、ある程度まとまってきたら、今度あんまり引きこねてより一回強く生地をしたいので、しながらこねていきます。こうよして、こう力をかけながら、よいしょ、こうやりながら引くっていうやり方もあるんですが、力がやっぱり入りにくいので、押して半分半分ってして、こっちから押す押す、体重をかけていくのが、か弱い女性の方にとっては一番こねやすいと思います。押しながら払して、払して払してあげます。そうですね、こんな感じでいいと思います。そしたらボウルに入れて45分間発酵を取ってきます。こんな感じにタッパーに入れて45分間、もうこれは時間で決めていきます。発酵を取っていきます。こんな感じにしっかりと、膨らんできました。45分って言ったんですが、ちょっと白神小玉の方がイーストよりも発酵力が弱かったので、もうちょい時間がかかりましたが、こんな感じにしたら今度出します。で、このこね直しなんですが、もう生地が伸びるようにすればいいので、ちょっと伸ばすようにしながら伸ばしていきます。で、乾燥だけしないように手早くやります。とにかく伸ばしていきます。4回ぐらいした状態だと、どんどんどっちかっていうと強くなってるイメージなんですが、でまだこう引っ張るとビヨンビヨンビヨンと、こう分かりますか、こうビヨンビヨンして強くなっているんですが、これやり続けると腰が抜けてきます。腰落ちさせます。バゲットの生地とかもあんまりこう薄くこねすぎると生地がすごく傷んで膨らまないっていうことがあるんですが、結構それに近い状態にしていきます。なので自分でやるというと500ぐらいの粉量が今のところ限界です。まだこの段階で生地がどんどん強くなっていっています。まだ最初伸ばしてたんですけど、ここら辺までいくともう伸びなくなってきます。もうギュ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 と伸びなくなってくるんですが、まあ、細く細く、とにかく薄く重ねながら、薄く重ねて薄く重ねて薄くを繰り返していくと、ある時に生地がテロンと緩くなります。ちょっと頑張って、よいしょ、こねます。あ、今だんだんちょっとだけなんかバツバツと緩くなってきたというか、伸びるように少しなってきました。よいしょ、もう少しだけ、あ、今わかります、なんかね、軽くビヨーンって伸びるようになるんです。何回か作るとわかります。そうですね、こういう風に軽くなんかベチョベチョツルツルってこう、わかります、こう簡単に伸びるようにある時期を境になります。こね直しだけだとやっぱりちょっとあんまり生地の状態が良くないので、これくらいにすると意外に手伸ばしでも綿棒で伸ばせるようになって、あんまり粉は使わないようにしてください。硬くなっちゃうだけなので。何ですか、使わない、ほらちょっとずつ伸びるように、あ、失敗した、なってきます。で、よいしょ、こうやってできるだけ伸ばして三つ折りします。こっちも伸ばして水折りしたら、本当に打ち粉そんなに使わなくてもくっつかないので、まずこんな感じで叩いてあげて、くっつかないようにしてあげてから綿棒をかけていきます。下にベタベタついちゃうようだったら、やっぱりちょっとは粉を打ってください。これ特に今日みたいに湿度が高くても30度室温が超えそうな暑い日はどうしても、こんな感じにして伸ばしてあげましょう。ですが、こうやるとやっぱり伸びが良くなって生地も強くなっていくので、まあ、横に引っ張ったりしてあげながら綿棒を当てて伸ばしていきます。そしたらまた三つ折り
よいしょ、三つ折りします。今日はちょっと白神子玉イーストよりベタベタします。ちょっと一回あそこでこね直すことによって、ほらほら綿棒がこうやってちゃんとかかるようになってきますので、頑張ってかけていきます。このやり方が合ってるのかわかんないんですが、とにかくこんな感じに、あまりにもつくかつかないかぐらいのギリギリのとこで伸ばしてあげてください。じゃないとこうツルツル滑って縮んじゃう方が多くなるので気をつけてください。汗まみれです。よいしょ。するのと同時にある程度腰を落とすというか抜かしてあげます。こね直して生地がある程度こうダメージを食らっているところに細く薄くすると伸びは良くなるけど、なんかいい具合にいくんじゃないかなと思っています。なのでシーターを持っている人はシーターでやってください。でもシーターがなくても一応は手ごねでもなんとかできます。はい、じゃあ成形をしていきます。1.5 センチぐらいの厚さに伸ばしていきます。この六角形のこういう型ですね、で切っていきます。こんな感じに切っていきました。でこの余り生地なんですが、グリッシーニにしてもいいですし、ちょっと丸め直してプレッツェルみたいなものを作ってもいいので、私はプレッツェルみたいなのを作ってみたいと思います。なのでちょっと丸めて置いておきます。でグリッシーンだともうそのまま発酵を取らないで釜の中に入れていきたいので、その釜があればいいんですが、ちょっと釜を上げるの忘れたので、少しだけ休んだらここにスタンプの方を押していきます。なんで五角形に六角形なんだっていうことが不思議なんですが、ギュイッとしっかりスタンプを押して、こんな感じにひっくり返して発酵を取っていってあげます。もうあっという間にもう伸びのいい生地になっているので、では焼いていきます。ロゼッタスタンプなんですが、これダメです。安い巷で売ってるのはこれカイザーゼンベルのようになんか切れるだけです。カイザーゼンベルもこういう切るタイプのじゃなくて、本当はこういうロマネスコみたいになってグリグリグリって穴が開かないようにやっていくんですけど、これは単純にクープだけなのでダメです。こういうものが売っています。そうするとここの真ん中に気泡が集まって、空気がこうギューって圧縮されて集まったのか、ボーンって穴が開くようになるので、
これを買ってみてください。まあ、1万5000円ぐらいでネットで買えます。なぜか六角形の型で抜いていきます。